中学生に平岸高校の魅力を伝えるため毎年制作されている、その名も学校紹介ビデオ。今回は中学生が疑問に思っているであろうことを平高生が徹底解説、そして謎の生命体も登場。それでは本編までレッツ平岸。皆さんこんにちは。私は高校選びに悩んでいる中学3年生の平野です。皆さんこんにちは。平岸高校に通っている峯岸です。今日は平岸高校のいいところをたくさん平野さんに紹介していくよ。デザインアートコースは芸術に特化したコースで、さまざまな芸術分野を学べ、視野を広げることができます。またデザインアートコースは普通科なので、優れたクリエイターを目指しながらもさまざまな進路に対応できるように学力も重視しているコースになっているよ。へえ、すごいんですね。中学校の違いは、放課後、放課後に居残ってなんか勉強とか、あの活動とかできたりとか。いや俺もそう思う。まあ携帯とか、中学校では使えないけど携帯とか使えてめちゃめちゃ充実して、めちゃめちゃいい。僕の好きな行事は文化祭です。文化祭ではやっぱり中学校の頃とは全然違ってね、まあ資金で各クラス好きな縁日をしたり、なんか食べ物を売ったりっていうのもできちゃうのがいいよね。ね、みんないいよね。まあ、あとは、まあ、宿泊学習に1年生は行って、3年生はちょっと多分受験があるから修学旅行がなくて、2年生に修学旅行がある、よな。だから1年生からもう結構いろんな自由な宿泊学習ができました。平岸高校の先生は大体みんな優しい先生ばっかりで、なんかふざけたりとかして面白い先生もめっちゃいます。
学校生活はやっぱり中学校から高校に上がってかなり環境が変わってたから、まあ、みんな知らない人ばっかだし、やっぱり疲れちゃう部分もあると思うけど、やっぱりクラス全員が仲良くなれてきて、だいぶ楽しい雰囲気で、まあ、他には部活とかもみんな頑張ってて、とても充実した学校生活を送れています。平岸高校にはどんなイベントがあるんですか？こんなイベントがあるよ。平岸高校のイベントはこんなに楽しいんだよ。まあ、学校の紹介はこんなもんかな。ちょっと待った、岸。そんなんじゃ全然平岸の魅力を伝えられてない、岸。誰？あれは僕は平岸高校に住み着いてる羊の幽霊、平岸った岸。幽霊？そんなことはいい、岸。峰岸くんは平岸高校のいいところを全然分かってない、岸。そんな峰岸くんに代わって僕が紹介する、岸。その1、駅近。平岸高校は高台の上にあって、登校がちょっぴり大変だけど、駅から学校までが近いから徒歩10分。その2、制服。平岸高校の制服はブレザーで、ネクタイやリボンは紺に金と銀のラインが入っていておしゃれ着しよう。ジャージは紺に黄色のラインと銀のロゴが入っていてかっこいい着し。その3、購買。ご飯やおやつ、ジュースなどを買うことができる着しよ。校長先生にもこの学校のいいところを紹介してもらう着し。一番の魅力は人間だと思っています。人です。つまり他のことを優先して考えられる優しい生徒、あるいはそれを支える教職員がいることが最大の魅力だと考えています。コアザベストとは、常に最高最善を求めていくという気持ちを表した本校の教育標語です。あなたが選んだ進路が最善の進路と考えます。ですから自信を持って進んでください。ただその時に選択肢として我が平岸高校を入れてくれると大変ありがたいと考えます。校長先生、ありがとう。義士平野さん、これで平岸高校の魅力が分かった義士か？うん、いっぱい分かったよ。平岸高校に行きたくなっちゃった。今見ているみんなにも平岸高校の魅力は伝わったかな？平岸高校で待ってるよ。バイバーイ。